はい、こんにちは。こんにちは。バスガードフィットネスの白木アマゾン大輔です。山口です。今日久しぶりだね、これね。そうですね、最近ずっとテクニックだったから。はいはいはい、はい、本当に大丈夫です、見てないから。ツイッターのコメントで柔術黒目指して頑張ってくださいって来たんです。見た俺びっくりした。いや、すごいやってる風に思われるんだよ。全然やってないから。全然違う。そういうのじゃないから。そういうのじゃない。企画だから。もともとそうそうそう、試合もあの相撲と変わらない企画だから。そうそう、企画レベルの話だから。今日はあれですよね、コメントをいただいて、はい、普段しているケアとかを、はい、まあ、教えてほしい、はいはい、まあ、運動前後を含め、はい、っていう感じ、まあ、今日はですね、特に運動後とか、まあ、練習後、まあ、トレーニング後に何かやってますかみたいな。そう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 、ところで何やってますか。練習後ですか。いやー、練習後、はね、まあ、10時ぐらいじゃないですか、終わるのが。言うなよ。そっから2時間後ぐらい何やってます。いやいやいや、もう寝てますよ。あ、もう終わってました。山口さんよ。そう、僕はやってないですよ、ケアといえば。ここでやってもらってるぐらい。ほう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 。山口さんは何してますか。トレーニング後のケア。ああ、真面目に話したら僕は必ずやるようにしたんで。そうそう、やってますよね。僕はやっぱりちょっと腰が張りやすかったりするので、腰張るとやっぱりちょっと股関節が悪くなったり、もうパキパキコーンっていっちゃったりするんで、まあ前後ですけども、後も基本的にはやりますね。うん、まあまあ、これはね、ちょっと僕もこう、実際は前によくやってもらってるものなんですよね、はい、まあいいよね、やってもらうとね。まあ前もね、やっぱりちょっと可動域とかだったりこう広げていくっていう目的をやってくるんですけども、まあ今日はちょっと GO ですね、ご案内できればいいかなと思います、はい、では行きましょう、はい、GO。 はい、じゃあですね、早速ケアをやっていきたいと思うんですけども、簡単に言ってツールを使います。まあよくトリガーポイントだったりとか、まあこれね、同業者の人にね、いやこれ毎回ね、ちょっと筋膜リリースっていうのは忍びないんですけども、ケアの怒られそうで、ただ筋膜リリースって言ったら伝わりやすいんであえて言いますけども、それ筋膜リリースっていうのをさ、まず行います。その後にいわゆるこうスタティックストレッチ、まあゆっくり伸ばすような昔からやるストレッチですね、っていうのをやってます。じゃあ早速なんですけども、まあ、僕必ずやるのがですね、この骨盤職人、もうこれらちょっと生きていけない人間なんで、ベストセラーです、ね、これはね、本当に海外行くと思ってます。これで腰回りをほぐします。で、大きく分けて僕2箇所ですね。まあ胸腰部って言われる、まあ、腰っていうよりかはちょっと背中の真ん中ちょい下ぐらいの位置と、いわゆる腰の位置にこの骨盤職人を当てていきます。地味ですよ。この状態完全に脱力して、まあ、膝ちょっと立っておきます。そこからこうパタパタと、あれ朝硬いな、チカチすごい。大丈夫。逆に規制かかってみたいになっちゃってるよ。もうなんかそう言われるからね。ダメと言われる、常にさ、ダメって決めたとやってきてる人生だから。いやいや、これは2箇所休み。今は腰の下の方ですね。まあ、それが済んだらですね、大体1箇所30秒から1分ぐらい、まあこれはお好みですね。ただあんまり長時間やらない方がいいですよっていう。で、これがね、まあ皆さん確かめていただければいいんですけど、今度お尻もちょっとやってきます。まあ特にこう中殿筋とかですね、こう硬くなりやすい部分ですね。あ、いたたたたたたた、はぁ、硬い、すっごい硬いよって。まあこの左右ですね、バタバタと。これ伝わるかな。マジ買ってください、骨盤職人。これでちょっと腰が張るっていう人はね、もうドアップで本当にめちゃくちゃ重宝しますから。まあいろいろね、こうヘルスケア業界で、まあ、例えばこう手技だったりとか、うん、まあいろんなこう介入の仕方で、はい、まあ、はい、腰痛の緩和だったり根本的なものは脳が支配してるなとかっていうのも散々あるんですけども、まあ結局僕結構いろんな勉強しに行ってるんですけど、今のところこれに勝るものがないっていうのが正直な話で、この木でできたものに、まあこれ結構リアルにそうだよねっていう、結局そういうことなんですよっていうのもあるんで、いやもちろんね、すごい人はね、神の手持ってるんでね、いますけども、はい、自分のやつがこれすごくマッサージの請求でいいんじゃないかな、本気で思ってます。そうだね、これはもう本当にそうだよね。あとはですね、まあこれは振動するボールなんですけども、だいぶ規制かかってる。お尻の筋肉ですね。まあちょっとこう今右側のお尻でボール踏んでるんですけども、まあ、姿勢としては右のお尻のストレッチをするポジションって感じ。
まあ大臀筋もそうですし、まあその奥にもあるこう深層ちょっと深い部分の筋肉ですよね、こう俗に言うお尻のインナーマッスル的な、そういった部分の筋肉に振動で刺激を与えるっていうものですね。これは左右交互にやっていくわけです。あとはまあこれは結構でも今割ともうおなじみになってるかなと思うんですけども、これはもうだいぶ浸透してるよね。そうですね、まあいろんなところでやっぱりまあ太ももの横側だったりももの前側っていうのをまあコロ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 やっていくっていうのはまあ日常的なケアでもまあ重宝するかなっていうふうには思います。まあ形としてはね、まあこれはもういろいろあるんです。例えば太ももの横、まあ長径靭帯とかですよね、大腿筋膜張筋とかこんなコロコロちょっと体斜めにすることによってこう外側広筋、まあ張りやすい、どんなも刺さりそうな感じです。まずは、こういった、まあ、筋肉をですねちょっとほぐすようなですねツールを使ってやります。その後に、まあ、ゆっくり伸ばすようなストレッチで、特にやっぱりやっていきたいのは、まあ、僕はお尻のストレッチですね。まあ、代表的な部分で言うと膝の角度をですね90度にします。で、すねがですね自分の正面を向くようにしていただいて、片足を大きく後ろに行く。そうすると今こっち側のお尻しっかり伸びてきます。で、まだいけるぜっていう方は今左足前に出してるんですけども、右手をですね手のひら上にして足で横に置きます。で、手で押さえます。そこから体をギューッで戻す。そうするとさらにお尻が伸びてきます。まあここでキープでも全然いいと思います。まあ反対側も同じように、すねの角度、あ、すねを正面にして膝の角度90度ですね。で、片足を、で結構左右差のあるストレッチかなと思います。で、体を倒す。まあすごく地味なんですけども、股関節まで本当にしっかり伸ばしておいた方がいいですね。結構あのストレッチ、あのパフォーマンスの向上っていうのを、ね、10年以上前からずっと言われ続けてるんですけれども、僕は基本的にはトレーニング前にも持ってきますね。で、あの筋出力が低下するとは言われてるんですけれども、別にこのスタティックストレッチやってすぐトレーニングするっていうわけではないので、あのやっぱりそれ以上に可動域の確保というのは重要かなと思うので入れてあげた方がいいかなと思います。まあ、トレーニングも当然そうですね。やっぱりある程度もこう筋が収縮しっぱなしって状態よりかは元の位置に戻すぐらいの意味合いでやってあげるといいかなと思います。ただ一個大事なのは、あの結局筋肉がこう硬いとか短いとかじゃあもう測れるのかって話は測れないんでなんともなんですけども、緊張しちゃってるとそもそも緩まないですよっていうのがあるので、あの自分にとってこうリラックスできるような環境であったりとか、そういうのを作るのも、まあ、ケアっていう意味ではすごく大事かなと。そういう意味で、ちょっとねお風呂とかゆっくり入って副交感神経優位になってからストレッチとかこういったものを行うっていうのも一つ手かなと思います。真面目に言っちゃったぜ。はいはい、ぜひお試しください。はい、はい、現場から以上です。以上です。
です。以上、ケア。そうですね、ケア、ね、まあ、運動後とかトレーニング後、やる、まあ、ケアを。まあ、軽く僕の場合だと、まあ、今日は腰回りあと股関節回りっていうところなんですけども、うん、まあ、例えばあとは肩回りとかも、違和感が出る人だったら必ずやった方がいいかなっていう。あで、肩関節も股関節も球関節っていって、まあ、要はよく動く構造になってるんですけども、構造的にこう後ろの筋肉がですね硬くなりやすいっていうの言われてるので、基本的に後ろ側をまず最初にアプローチしてもいいかなっていう。まあ、肩の場合ちょっと複雑でね、結構前も硬くなったりするんですけども、うん、まずこう肩の後部の部分とかを、まあ、ケアをしていくっていうのが大事かなと思いますね。でもルーティン化しちゃえばいいのかなとは思うんですよね。はいはいはい。もうトレー後に必ずやるみたいな。特にこう年齢が上がってくると回復っていうのも遅くなるし、まあ怪我のリスクっていうのも上がるとは思うので、うん、まあ、イチローとかもね、もうウォーミングアップからクールダウンまで結構ルーティン化してるって有名で、ね、だからこう長くプレーできたのかな。まあ、もちろんそれだけは要因ではないですけど、まあ、一つのね、まあ、要因かなと思うので、そういうのをまあやってあげるといいかなと思いますね。あとはあれだよね、個人的にはちょっとビール飲んだりするよね。ケアじゃないけど。まあ酒ですよね。これ、まあ、僕は毎日飲みますけど、うん、そうですね、まあまあ、仕事とかも結構あるんでしょうけど、交感神経が常に優位な方っているんですよね。うん、まあ多いのはまあ基本的に経営者とかなんですけども、うん、まあ、僕とかも多分交感神経バリバリなタイプなんですけども、うん、やっぱお酒をちょっと飲んで、まあ、それ副交感神経を優位にっていうのはあると思います。まあ、飲みすぎたら結局交感神経優位にやっちゃうし、はいはい、お風呂とかもそうですね。暑い温度とかだとやっぱりあまり意味がなくて、ちょっとこう、まあ、ゆっくり入れるぐらいの温度にして、まあ、半身浴とかで、まあ、副交感神経にスイッチ入れてあげれば深く眠れたり。実際長風呂なんだよね、山ちゃん。僕は長風呂ですね。1時間ぐらい入りますかね。1時間近く入りますね。でもね、はい、もう水をずっと飲みながらですね、はい、結構だからそういうことは知るんだよね、自然に。そうそう、まあスマホ見てるだけですけどね。風呂入りながら、まあ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 、そういうありますよね。ちょっとまあ、この年齢ならではというか、はい、このお酒も僕もそうですね。一杯かな、350。あ、特にスパーリング後はね、興奮しちゃうんで。一本だけ飲むみたいな。一本飲んでもう風呂上がりに飲んでもう寝ちゃうみたいな。あ、ないとやっぱり結構しんどい練習するともうダメだね。なるほど。僕ね、風呂上がりは飲まないんですよ。へえ、なんか朝に風呂の前に飲むんだ。ちょっと風呂そんな変な抜くっていう抜けてないんだけども、まあ、大量に水分を取れるじゃないですか。要は汗かいて吸って、はい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 、それちょっとアルコールの濃度を薄めたいなみたいな気持ちがなんならあって、あと尿からアルコールを排出したいっていうのがあるので、風呂前に飲むっていう。風呂上がりは実は飲まないですね。風呂上がりはもうあとはもうお休みするだけ。そうなんだね。まあまあまあ、そんな感じですかね。まあちょっとね、よかったら参考にしてください。はい。あと、このチャンネルいつもご視聴ありがとうございます。はい。もしよろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。5回だけ。よいしょと。亀仙流って亀仙流プッシュアップ。クリリンが乗せてくれる。1 2 3 4 OK。 いやクリリンが乗せてくれる。プッシュアップ1 2 3 4 OK。
オッケーでしょ。